アレクサンドル・グリゴリエビチ・アルチュニアンは、ソビエト連邦及びアルメニアの作曲家、ピアニスト、エレバン出身。幼児よりピアノを習い、1934年にエレバン音楽院に入学した。1941年の独ソ戦開始で学業を中断したが、1944年にモスクワ音楽院に入学し、1946年に卒業。翌年に、 アルメニアに戻り、1948年に作曲したカンタータ、祖国でソビエト連邦国家賞を受賞した。1954年からエレバン音楽院で作曲を教えるようになり、1977年に教授となった。アルチュニアンはアルメニアの民族音楽を取り入れた作品を書き続け、内外で評価を受けた。特に、 1950年のトランペット競争曲をはじめ、中バ競争曲、金管五重奏曲、アルメニアの風景などをはじめとするアルチュニアンの感覚器のための作品は国際的なレパートリーを確保し、また、ロシア国営テレビ公共楽団のために1957年に書かれた公共曲はバレリー・ゲルギエフによって取り上げられた。 1987年のペレストロイカ期からは、バイオリン競争曲、アルメニア88のような大規模作品を再び発表するようになっていた。2012年3月28日、91歳で、エーありがとうございます。